めまして、いつもご視聴いただきありがとうございます。なおさんTVです。今日は神田尾さんのクーカム3ウルトラのレビューをしたいと思います。タイムスケジュールはこのようになります。かなり長いレビューになりますので、必要なところだけ、気になるところまで飛ばして見ていただければと思います。それではやっていきます。今まで私は LG の360度カメラ、サムスンの360度カメラ、GoPro Max、インスタ 360X4 を使ってきてるんですけど、なんと今回、神田尾さんから商品レビューを依頼されました。しかもですね、これ、経緯をちょっとご説明しますと、はじめ、クーカム3のレビューを依頼されたんですよ。で、神田尾さんには、クーカム3ウルトラっていうインスタ 360X4 より高級なモデルが存在するんですよ。今、インスタ 360X4 がコンシューマー向け製品としては史上最高って言われてますよね。私、神田尾さんのクーカム3ウルトラは、インスタ 360X4 と比べると、劣る製品じゃないかなと思っていたんですよ。それで、こちらとの比較をしますよって言いましたら、なんと神田尾さん、ぜひぜひっていうことだったんですよ。なんと、メーカーさんではこちらのインスタ 360X4 をはるかにしのぐ製品だって思ってらっしゃるようなんですよ。本当?写真で言うとこちらは72メガピクセル。クーカム3ウルトラは96メガピクセルという、もう史上最高の画質なんですよね。で、本当に史上最高の画質なのか、史上最高のカメラなのかっていうことになりましたら、で、過小評価されてますよね、神田尾さんっていうメーカー。ある YouTuber さんは謎のメーカーって言ってましたし、業務用の360度カメラをめちゃくちゃ販売してるメーカーなんですけど、いまいち認知度がないじゃないですか。でも 8K の360度カメラを初めて出したメーカーですよね。 GoPro Max で十分かと思ってたんですけど、その後の新商品が出ないんですよ。それだけ360度カメラの製品開発っていうのは難しいみたいなんですね。日本のメーカー誰も出せないですからね。で、その中で神田尾さんは 8K カメラ出しまして、その後クーカム3出しまして、で、今回クーカム3ウルトラという名前のプロ並みの機械を出したっていうことなんですよ。ねえ、これがインスタ 360X4 を上回るのであれば、皆さんこぞって買うかと思うんですよね。で、実際にはプロモーションがうまくいかないのか、ちょっと知名度が低いメーカーじゃないですか。それで私がじっくりクーカム3とインスタ 360X4、まあ、GoPro Max はもう勝てないんですけど、いろいろな360度カメラをどのような差があるか、もしくはないかっていうことをレビューしたいと思います。はい、それではまず神田尾さんのページを利用しまして、どのような商品かということを調べていきたいと思います。ウェブ会議システム一般カメラ以外に、このプロ向けのカメラというものをむちゃくちゃ出してるメーカーなんですよ。もうプロ向け360度カメラの専売メーカーと言っても過言ではないぐらい特殊な商品ですね。で、いろいろな賞を全世界でもらっているようです。こちらの中の一般向けカメラのクーカム3ウルトラ、こちらを見ましょうね。もう圧倒的に高画質というのはこの 8K の360度動画ということと、写真撮影で他を凌駕する96メガピクセルという解像度を持った写真が撮れるということなんですよ。これが最大の特徴ですね。で、F1.6 のレンズ、防水性能 IP68、 シングルレンズモード、360度カメラなんですけど、片方のレンズを利用して通常のアクションカメラのような撮り方ができますよっていうものですね。10ビット動画、通常は動画8ビットが多いかと思うんですけど、ソニーさんのカメラの40万以上するようなものっていうのは最近10ビット動画撮れるようになりましたけど、こちら10万もしない、しかもこんなに小さいカメラなのに10ビット動画が撮れるっていうのは素晴らしいですね。次の GPS 内蔵というのは、他のメーカーの360度カメラでは他では聞いたことありませんので、これは本当にあのプロ向け商品をどんどん作ってるメーカーならではですね。
空間オーディオ、音がいいってことですね。スーパーステディ、手ブレ補正、もう手ブレ補正は360度素晴らしく聞きますの で、 で14ビット DNG、 これも色ですね、色が綺麗ってこと。あとデュアルセンサー、カメラの性能はこのセンサーサイズがいくつっていうもので表されると思うんですけど、 1.7 分の1インチセンサーが使われてます。はい、それでは開けていきますね。はい、このようなセットになってます。あ、いろいろ入ってる。炎上ロッド入ってますね。バッテリーの充電ケース。こちらは予備のバッテリーですね。こちらはレンズカバーです。で、本体がこちらになります。でかいね。はい。じゃーん。おー。これが保護材になりますね。こちらが本体になります。おー、素晴らしい。どうです？すごいですね。素晴らしい。ロックオープン。おー、ここがバッテリーの入る場所ですね。こちらが、USB-C の端子があります。こちらが電源。こちらがモード。と書いてあります。レンズの保護カバーを外しましょう。はい、そこにはネジ穴がありますね。はい、他に何が入っているでしょうか。入門書。あ、入門書は他のメーカーと同じように、図解のみで書かれていますね。10メーター防水という意味でしょうかね。このように動かしますよ。アプリをダウンロードしてくださいね、みたいな記載がございますね。アプリをダウンロードして、ここを開けてバッテリーを入れます。蓋をする。電源のオフ、モード切り替え。となります。ちゃんと日本語の表記もありますね。あ、こちらはクロスですね。あ、なんか、シールが入ってます。サポートはこちらへ、ということですね。あ、ま、もう一つシールが。あ、もう二つシールがあります。車とかに貼ればいいんでしょうかね。で、こちらがバッテリー。バッテリーは、バッテリーの容量は 2280mAh。かなり大きいですね。で、充電用の USB-C、USB-C のケーブルになります。ポーチ。あ、ポーチが付いてるのはありがたいですね。このポーチがあると、こうやって、あ、ぴったりじゃないですか。こうやって、ほら。で、ここにこのようなものをくっつけたままでポーチに入りますので、ちょっと安心ですね。はい。それでは充電していきましょう。こちらに、こちらにバッテリーを入れまして、電源ボタンを押してみましょう。あ、お、入ってますね。空カム3ウルトラ。お、初期設定の画面が出てきましたね。こちらも外しましょう。はい、日本語にします。設定は OK です。左下のアイコンをタップして、お、撮影モードに切り替え。こちらで撮影モードを切り替えるんですね。キュッとやると、アルバムを押さえる。ロープからクイックメニュー。下部からは、画像パラメータメニューをスワイプ。おー。あ、バッテリーは 53% 残ってますね。うん、すぐ使えそうです。8K30P、お、8K25P、8K24P、5.7K、60P、50P、30P、25P、24P、4K120P まで撮れますね。すごいですね。はい、こんな感じです。ここで、あ、むちゃくちゃ滑らかですね。はい、タイムラプス、ループ録画、動画、写真、インターバル撮影、ライブストレージの書き込み速度は 100MBDNG8AEB 撮影。これだけありますね。戻しましょう。こちら、あ、こちら押しましたら、これ360度。
こちらは180度モードですね。もう一度しまして、こうしますと、こちら側に、もう一度1にすると向こう側になるということですね。今は360度モードにしておきましょう。なかなか使いやすそう。ではいろいろ触ってレビューしていきたいと思います。箱の裏についているこちらの QR コード、こちらを読み取ってみたいと思います。そうしましたら神田尾さんのページですね。クーカムアプリダウンロード、カメラアプリのダウンロードと初めてお使いの時、ユーザーマニュアル、お問い合わせ、4つが出てきましたね。クーカム3アプリ、こちらをダウンロードしてみたいと思います。ダウンロード、あ、でダウンロードになると Apple Store に飛びまして、ダウンロードすることができるということですね。それではその次の、初めてのお使いの時、こちら見てみましょう。なんと普通にレビューするようなことが全部書かれてますね。ちょっとこれは5分もありますから、バッテリーの入れ方、バッテリーカバーの開け方、充電中は赤に点滅しますって書いてありますね。で、ユーザーマニュアル、ユーザーマニュアルは、あ、日本語じゃないですか。で、これは安心ですね。で、こういう紙ベースで貼った方がいいわという方は、これをダウンロードして使った方が分かりやすいと思います。カメラファームウェアの更新の方法とかも書いてありますね。各ボタンの説明。そっか、はじめにしなければいけないことは、アプリを入れるということと、Wi-Fi の設定をして、最新のバージョンにアップデートしなくちゃいけないってことですね。これは本当に分かりやすいですね。最近こういうね、むちゃくちゃ細かい説明書がないメーカーが多いですからね。付属しなくてもこうやってダウンロードして使える取説というのはすごく重宝すると思います。リモートコントロールの仕方、あ、アプリでの操作の仕方が出てますね。はい、それではアプリを開いてみますね。はい、それではアプリを開いて、これかな、これをすると、はい、クーカム3ウルトラかクーカムかが出てきますので、クーカム、カメラの電源を、はい、入ってますね。他のデバイスに接していないことを確認してください。次へ。お、アプリの中止は許可。で、接続。これで、さあ、どうかな。お、新しいファームウェアが検出されました。まずはこれを更新しましょう。お、早い。むちゃくちゃ早いですね。で、接続。今のバージョンは、バージョン10.4.7 のようです。はい、アプリが接続されましたになりましたね。カメラのファームウェア更新の完了を待ってくださいになりました。あ、これが長いんですね。アプリのファームウェアのダウンロードはめちゃくちゃ一瞬でしたけど、カメラにそれを渡してファームウェアの更新するのにはちょっと時間がかかるみたいです。72%、80%、90%、あ、早くなった。カメラのアップデート処理中、ディスプレイが消灯し、1分お待ちください。OK。ん?はい。これでいいのかな?あ、で、入りましたね。はい、これでこの真ん中をカチャッと押しましたら、カメラに接続すると出てきますので、こちらを押します。
そうするとカメラホットスポットオン、旧カムが Wi-Fi ネットワークに接続しようとしてます。よろしいですか。はい、 OK です。接続中になりましたね。接続に成功しました。プレビュー解像度は実際のものよりも良くないみたいに書いてありましたね。おお、できましたね。横にすると、あ、横にはならないんかな。ちょっと横の切り替え、おお、でかくなった。おお、あ、すごいすごい。あ、思ってた以上にすごかった。うん、こうなんですね。こうやってぐるぐる回して全体を見るということができますね。おお、上下、おお、綺麗なんじゃないですか。おお、あ、これが1画面で360度すべて見るモードで、これは、あ、じゃあこの画面で 8K30p を 4K5.7K の、30フレームにしておきますね。これを押すと、あ、360度ですか、それともシングルレンズモードですかっていう切り替えですね。はいはい、そうですね。で、こちらを押すと、こちらの、カメラに接続されるということですね。今、360度カメラにしておきますね。で、5.7K、こちらが、オート、ホワイトバランスになります。こちらが、設定ですね。ビデオ、ビットレート、ダイナミックレンジ、ブースト、色域。あ、今回色域がこれ 10bit レック HLG の2020が使えるようになってますね。先ほど本体の設定で見たものと全く同じですね。ですので、スマホで見た方が分かりやすいと思います。うんうん、お、ここら辺にあるんですかね。これが映ってませんね。はい、映ってませんね。こんな感じ。まっすぐにすると全く映らなくなりますね。でした。はい、初期の設定というのはこれで、完了ですね。そんなに虚しくなく、おお、これいいね。スマートクリップ、モーションリレイ、クイックエディット、オービディング、スーパーストレングス、ホライゾンホップ、ドリーズーム、インセプション、ウォーキングプラネット、ハイパースペーストンネル、カレイドスコープ、ドローンズーミング。どうやって使うのですか？INSA360X4 にもありましたけど、このようにして撮ると先ほどのような絵が撮れますよというチュートリアルが、準備されていますね。あ、これは編集も楽しそうです。チュートリアル、おー、あ、まだまだチュートリアルありますね。携帯に接続する方法、初めてお使いの時、アプリへの接続、 SD カードを使用して、あ、この SD カードなんですけど、これ128GB内蔵されてるんですよ。すごいですよね。この間発売された DJI の Osmo Action 5 Pro が 47GB 内蔵されていてびっくりしたんですけど、それを上回る 128GB これ内蔵されてるみたいです。アルバム、あ、さっき撮ったものが出てきてますね。これを見てみましょう。もう、そうですね。あ、てるちゃん、てるちゃん。ちゃんと映ってますね。360度撮ってるので、全部撮って、こうやって、普通のカメラで撮ったような映像にリフレームすることも簡単にできそうです。はい、こんにちは。なおさん TV です。今日は倉掛山に登山に来ました。神田さんのクーカム3ウルトラを持ちまして初めての撮影になります。今360度動画で撮っているんですけど、通常このような画角になるかと思うんですけど、360度ですので
はい、あちら向いたり、はい、こちら向いたりということが後からの編集で自由自在にできるんですよ。このカメラを利用して、今日ちょっと日差しがそんなに強くはないんですけど、この環境でどのように撮れるか、初めての撮影ご覧いただきたいと思います。それでは出発します。行くぞー。すごい。よいしょっと。こんにちは。こんにちは。わ。あ、てちゃん待っとったんか。よし、行こう。中間地点に着きました。ここが船見平というところになります。あの山が目指す頂上の倉掛山、こんな風に倉掛になっていますでしょ。で、これは船見平っていうのは見えないかな、船の見張りにちょうどいい丘ということで、海が見えると思うんですけど、どうでしょうかね。こんな場所になります。それでは頂上に向かって出発したいと思います。さあ、どうする？頑張れ。お、出る。頂上に着きました。倉掛山、海抜478m、登頂です。さあ、どうでしたでしょうか。神田をクーカム3ウルトラ、今初めて今日使ったんですけど、どうでしょうかね。360度カメラなので全部撮っていますので、後でリフレームして好きなところを見せられますので。で、この神田をクーカム3ウルトラ、画質が最高峰と言われてるんですけど、それを実感できましたでしょうかね。どのように撮れているか、家へ帰って編集してご覧いただきたいと思います。それでは下山します。はい、それでは次にタイムラプスを撮ってみたいと思います。 8K30 フレーム、間隔は1秒にしております。画面で見ると、あの空のディテールが綺麗に出ていますね。さっき他のカメラと並べて撮っていたんですけど、今日は曇りなので真っ白になってしまうんですよ。目で見ると真っ白なんですけど、そのカメラで見るとよりその明暗さを捉えているというか、いろんな雲を捉えているように感じますね。これは多分画面が綺麗だということと、その内部のその処理能力が高いからこのように見えるんじゃないかなと思います。さあ、また難関の坂が出てきましたね。今シングルレンズモードに切り替えました。で、このシングルレンズモード、
何がいいかというと、その出来上がりは16対9にすると思うんですけど、むちゃくちゃ広く左右に180度、上下にも180度撮っているんですよ。ですので、シングルレンズモードと言いながら、後からの切り取り方が結構自由自在に撮れるんですね。全く反対を向くことはできないんですけど、このシングルレンズモードで自由に切り取れるっていうのは、今までの360度カメラにはない素晴らしい特徴だと思います。よいしょっと。はい、今シングルレンズモードで撮ってます。 4K の60フレームにすると明らかに真っ暗だったので、 4K の30フレームに今変えました。 4K の30フレームだとどれくらい見えるか、なかなか厳しい暗さなんですけど、これできちんと見えているかどうか、どうですかね。やっぱり固定して撮るか、歩きながら撮るかで、だいぶ画質は違ってくるかと思うんですよ。ですので、シングルレンズモードで 4K30 フレームして、これでどれぐらい色にじみがあるか、暗いと色にじみが出てちょっと汚く見えますから、それが光が十分あればバチッとした絵になると思うんですけど、ですのでこれはもう本当に大変な、カメラにとっては大変な撮影になっているかと思うんですけど、これでどれぐらい見えるかということを、ご覧いただければと思います。さあどうでしょうかね。他のカメラと比べてこの360度カメラは最強と言えるかどうか、ご判断ください。はい、CCZ の、橋のところにやってきました。今50段ぐらいの階段を登って、ここへ来たんですけど、この下に高速道路が走ってるんですよ。で、ちょっとかっこよくライトアップされていますので、夜景だと夜景ですよね。これがどれぐらいに見えるかを見ていただきたいと思います。もうちょっと今シングルレンズモードなので、ちょっとねガラス越しなので、このどれくらいに見えるか、あ、こうしようかな。はい、こうですね。はい、これがシングルレンズモードで撮った高速道路の夜景になります。どれぐらいに見えてるか、綺麗に見えていますかね。さあ、はい、それでは両方で写真を撮ってみたいと思います。写真の設定なんですけど、はい、インスタ360は18メガピクセルと72メガピクセルがあります。一方クーカム3ウルトラは24メガピクセルと96メガピクセルがあります。はい、72メガと96メガ、この96メガは今までのカメラの中では最高峰ですね。こちらで360度で撮っていきたいと思います。タイマー5秒になってますけど、こちらはクーカム3ウルトラはこちらで5秒とかを設定すればいいわけです。これはカチャッとした後に5秒経ってからシャッターが切れるということになります。はい、それでは同時に押しますか。せーの、はい。はい、どうでしょうかね。さあ、どのような写真になってるかご覧いただきたいと思います。
さあ、いかがでしたでしょうか。今日は神田尾さんのクーカム3ウルトラ、こちらの、かなり厳しい夜景の撮影をやってみました。この真っ暗の中でどれくらい撮れたか。次回はインスタ360 GoPro Max、 その3台を並べてどれくらいの差があるかというレビューをしてみたいと思います。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、あと高評価もよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。